皆さんこんにちは EasyJapanese ージージへようこそこの番組では毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしますもっと自然な会話を覚えたいでも映画やテレビでは難しすぎるという方に台本なし編集なしのより自然な日本語をお届けしますポッドキャスト YouTube にチャンネルがありますのでお好きな方でお楽しみください今日もよろしくお願いしますはいみなさんこんにちは今日は6月7日月曜日です今日はとても暑い日ですね天気はとてもいいんですけどもう真夏のような暑さ 「真夏」っていうのは「まあ、真」っていうのはえっ、ー、と真実の「真」に「夏」と書いて「真夏」と読むんですけど夏夏とと真夏は何が違ううのかっていうところですねあのこれと逆に「冬」と「真冬」っていう言い方があるんですよね同じように真実の「真」に「冬」と書いて「真冬」っていう言い方もある。でも 真春とか真秋っていう言い方はないないんですよであの真夏っていうのはじゃあ何なのかっていうところと真冬っていうのは何なのかっていうお話をちょっとしようかなと思っていますあのまあ夏といっても日本では、まあ、春が終わってから秋が始まるまでが夏そして 冬も秋が終わってから春が始まるまでが冬っていうような感じ。で、なので、まあ四季ね、こうしっかりこうつの季節と四季って四つの季節と書くんですけど、春、夏、秋、冬っていうふうになってるんですけど、イメージとしては夏と冬がちょっと大きい、そんなイメージですけどね。あの、僕の中ではそういうイメージがあって、まあ、 春っていうのはね、だいたい3月、4月ぐらい。であと5月の、まあ、ちょっと中頃かな。で、5月の後半から6月、7月、8月、そして9月ぐらいも、もう夏っていう感じ。あの、暦の上では、カレンダーの上では9月っていうのは多分秋とかになるのかもしれないんですけど、まあ、実際の天気は暑いんで。で、10月になってくるとちょっと涼しくなってきて、秋。 で、11月もまあ秋かなと。で、12月、1月、2月がまあ冬っていう感じですかね。うん、そんな風な感じなんですけど、それでね、まあ夏って言ったら結構広いんですよ。で、真夏って言ったら一番暑い時、えー、っとまあ8月かな。8月とかのまあ中頃をもう真夏って感じ。まあ7月とかももしかしたら言うかもしれないですけど、まあでもイメージとしては、 8月のもう本当に暑い蒸し暑い蒸し暑いっていうのは湿度がとても高くて暑いっていう感じですねあのまあこの日本とか、まあ、東南アジアとかねそういう特有のこのムワッとした暑さというかそれがまあ真夏の暑さっていうような感じでちなみに今は、まあ、6月5月の終わりから6月は初夏といって まあ初めめてての初め初初といいう字とか初っていう字読み方ですね初初日の出とか初詣とかの初っていう字を書いて、えー、初夏ですねあの初夏というのはまああのなんて言うんでしょうね夏が始まる時みたいなイメージですねうんあの夏の始まりっていうのを初夏と言いますけどであとはまああの んいてくる、まあ、いろいろ言い方って他にもあ,のあるんですけどあの、まあ、立夏とかねでもそう,そういうのかあんまり言わないまあ普通の人が普通に言うんだったら初夏だと思いますまあえっと5月から6月ぐらいのまあ暑いと言ってもまあカラッとした空気が乾燥していて気持ちのいい季節例えばキャンプとか例えばバーベキューとかするにはちょうどよくて。 ジョギングとかしてもね、すごく気持ちよく走れるよっていう感じ。それが消化。でも、真夏は、もう外を散歩するだけでも、もう苦しい。暑い。汗がだらだら出てくる。本当は暑いっていう感じが、まあ、真夏っていう感じなんですけど、まあ、この時期にね、例えば5月とか、今日みたいな日、6月の、まあ今日は6月7日ですけど、今日はもう真夏みたいな暑さだよねっていう言い方をしたら、 もうこの時期の暑さを超えていてもう本当にすごく暑いよねみたいなそういうニュアンスになります。で逆に真冬っていうのは、まあ、これは結構ね日本の中でも場所によってニュアンスが変わってくるかなと思うんですけど真冬は僕の中では2月2月が一番寒いです。1月月のの終わりから2月のまあ 中頃かなが一番やっぱ寒くて、僕の中ではそこが真冬です。まあみんなそういうイメージかなと思うんですけど、あの、で逆に、あの、なんていうのかな。あれもあるんです初冬とかね、そういう言い方もあるんですよ。あの、冬の始まりみたいなね。そういうことで、あの、いろいろまあ言い方があって。で逆にね、終わりの方は、あの、晩っていう、あの、朝晩の晩ですね。夜っていう意味。 夜というか、まああれですね、あの朝と晩っていう言い方をする言葉があるんですけどその晩という字をつけて夏につけて晩かっていうのが初夏晩かっていう言い方があってそれはまあ夏の終わりっていうことですね。うん、まあ夏の終わりっていったら大体8月のね終わりぐらいから、まあ、お盆お盆っていうのがあってお盆過ぎて大体8月の終わりから9月ぐらいがまあ晩か。 っていいううう感感じじかなそういう感じですね、うんまあ、秋の始まりっていうのと同じになるので秋をつけた初秋っていうのと同じ晩夏と初秋同じだったりとかあとはまあ春の終わりの,あの春の終わり頃と夏の始まりの同じですねなので晩春っていう言い方をしますけど、まあ、あんまり普段晩春って言わないけどあのどっちかっていうと初夏。 初夏の方がやっぱりうんいい言い方しますね。なんか春の終わりってあんまり言わないです。夏が始まったっていうイメージが強くて。うん。まあでも昔ながらの言葉としてはやっぱりその始まりとか終わりっていうのがあるんですけど初冬ってのはそうですね。やっぱ12月ぐらい。冬の始まりがあったりとか。まあねそういうのはなんか手紙とかにあの何ていうの書いたりすることはあるんですよね。なんかあの僕はあんまりその 日本語で手紙を書くことに詳しくはないんですけどまあ記号とかねそういうの使ったりする人もいるんじゃないかなと思っていてちょっとその辺僕も興味あるんで今度調べてみようかなと思います。まあそんな形であのー、まあ何が言いたいかというとですね今日は本来は初夏なんですけどまあ5月の終わりから6月の頭初夏なんですけど、まあ、初夏を通り越してまるで真夏のような 暑さだったよというそういうそういうお話ですでまあ今日はねとてもあの暑かったんですけどちょっと散歩とかしてあ本当になんかなんていうんだろう、ね、汗かいてもう着替えたいなっていうぐらいのねそういうような天気でしたまああのー、暑いのはねあの辛いことは辛いんですけど結構なんか僕はあの 走ったり歩いたりするのが好きなのであと自転車で、ね、サイクリングとかしたりするのが好きなので結構気持ちよくあの感じられるぐらいですねまだで本当の真夏あのまあ長野県に住んでるからっていうのも一番ありますけど例えば京都とかね大阪とかの真夏っていうのは僕はもう耐えられないですね僕はあの大学生の時に京都に住んでたんですけど 京都の本当に夏の暑さっていうのはこの長野県のね一番暑い時とはもう本当それこそ比べ物にならないくらいの暑さで耐えられなかったですね初めて行った時はそれぐらいあの日本の中でもね夏の暑さっていうのは違いがあるんですけどまあなので長野県はまあ例えば真夏になったとしてもまあまあ辛いは辛いですけど僕はまああの結構楽しめる暑さかなと思っています 皆さんもね、あの日本に来られたことがある方とか日本に住んでおられる方とかいろいろいらっしゃるかと思いますけどやっぱり場所によってねすごい違うしどうでしょう皆さんの出身地とか皆さんの住んでいる場所によってもあの日本に来た時のね、暑さの感じ方って違うんじゃないかなと思ってて、まあ、例えばタイとかインドとかねもともと暑い国から <laughs> 来られてたらあんまり大したことないなって思うかもしれない。 イタリアとかも暑いですよね。イタリアとかもめちゃくちゃ暑いイメージあるんですけどあのまあだし逆にすごい寒い国ロシアとかね北欧とか、まあ、ヨーロッパ全般的にそんな暑くはないですけどあのカナダとかあの涼しめの国から来られた方だったら日本の夏すごい暑いよねっていう風に感じるかもしれないしね。 なのでその日本の夏はどうですかっていうようなことも含めてぜひねコメントをいただけたら嬉しいなと思っていますということで今日は夏が暑いよというお話をしましたはいということで最後まで聞いていただいてありがとうございましたまた次回もよろしくお願いしますではでは今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたこの番組は 毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり、簡単な日本語でお送りしています。ポッドキャスト、YouTube のフォロー、チャンネル登録をお願いします。それではまた、次回の Easy Japanese でお会いしましょう。ではでは。